はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。プロスピエースやっていきましょう。今回は、プロスピフェスタだっけ、チケット使うやつ。300枚ぐらいしか溜まってないんですけど、それを引いていきたいと思うんだよね。で、その前に、今日から、星7の難易度がね、実装されたんで、ちょっと1試合ぐらいはちょっと取りたいなと思って、やっていきたいなと思います。この試合終わってからね、フェスタ、プロスピフェスタだっけのやつ回します。全部回します。で、結構ね、あのツイッターを通してですけど、 S ランク当たったというのが来てて、なんか俺も当たるんじゃないかなとすごい安易な考えだよね。今まで当たった試しとかないんですけど、当たるんじゃねえかなと思って当てたいよね。とりあえずね、ここもう一個ぐらい報酬ゲットして、チケット5枚は欲しいですね。あ、そうだ、ちょっと待って、これ盗塁いってみる。俺ね、ゲーム中で成功させたことないっていうか、この盗塁っていつからあったのかな。ぶっちゃけ今日気づいたぐらいなのよいつからあったのかな。盗塁、これでいいのかな。試合に戻る、これ多分盗塁すると思います。ランナースタート、キャッチャー送球して、おお、いいね、いいね、いいね、なるほどね。インサイド抜けて、バッチ、サードランナーホームイン、セカンドランナーも、いいんでしょう、いいんでしょう。いつか、いつからできるようになってたのかな。正直今日知った、結構前からできてたかな。面白いねこれね。そう、今これ今日から実装だからさ、試合やるたびにこれね、初回勝利報酬5エナジーもらえるね。これが美味しいですよね。プロスピフェスタですね。はい、じゃあプロスピフェスタ、回したいと思います。結構307枚ですね。307枚あります。307枚回していきましょう。よし、当てたい。とりあえずまあ外れるんだったら4等エナジーが欲しいかな。お、いいんじゃないですか。あとね、意外と欲しいのはコイン。コイン不足に悩むこともちょこちょこあるから、コインも欲しいかな。スカウトポイントは正直そんなにいらない。外れるんだったらエナジーかコインかな。エナジー大量ですね。嬉しいですね。何枚だったかな？あの、ツイッターで画像付きで来たのが、30何枚とかで S ランクを当てたっていう画像付きで来てて、ね、それはすごいなと思って。俺も当てよ。なかなか出ないですな。おお、なんか、ああ、はいはい、 いや、当てたいね、当ててみたいね。 S ランク見てみたいよ。動画で収めてみたいっていうのもあるし、当ててみたいな。当たらなければあれだよね、なんてことない、ただ回しただけのクソつまんない動画になっちゃうもんね。あ、ゴールド、あとゴールド引こうか。そういえばあんまり詳しい情報は知らないんですけど、今回から出た K ポイントっていうので、なんかドリナイがなんかサービス終了とかで、そのドリナイやってた人はなんかその K ポイントっていうのがプロスピエースの方になんかその回ってくるのかな。なんかツイッターでそこら辺を探してた、いろいろな画像があって、まあどこまで本当に信じていいものかも全然分かってないんですけど、ドリナイやってた人はなんか K ポイントもらえて S ランク契約書とかゲットできてるみたいですね。まあ知らない情報をペラペラとね喋ってしまったわけだけど、いや、せめて A ランク出ねえかなせめて A ランク出ねえかな。いや、まあな、あれだよね、本当に A ランク S ランク当たる人は本当よっぽど運がいい感じなんだろうね。そういえばあれ、あ、何、
あ、そっか、あれか、累計のやつでもらったのか。ベスト9タイトルホルダー第2弾が来ませんでしたね。なんか今回抑えか。まあ全然いいんだけどさ、ちょっと来てほしいですね。なんとかあれだな、2000エナジーまで貯めたいな、第2弾来るまでに。多分貯まると思うんだよね今。V ロード初回報酬のやつもあるし、多分行くとは思うんだけど、全く当たる気しない。来ねえかな。ここで謎の強運をね炸裂させたい。はい、あっいやまあ B ランクもいいけどね。限界突破じゃねえや、特訓かの時に使うから当たらんな。ラスト、ね、ラストはね俺の予想ね。お、チャンスタイム、これ2等だわ。はーい、いや動画の中で超取りてえじゃん、チャンスタイムの残り。ゴールドがねいくつかもらえてたよね。ゴールドもらいましょうか。108エナジーいいですね。いつから溜まってたやつか知らないけど、ゴールド2枚引きましょう、引きましょう。ここでエース当てましょう、ここでエース当てましょう。おう、分かってる。なんか出そうな気するな。おしまい